our music on 81.3 J-Wave. Sonar's Room. Today's artist is... If you're living it up, ソナーミュージックをお聴きの皆さん、こんばんは。サバイブセットザプロフェットです。ここからの15分間はソナーズルーム、木曜日は我々サバイブセットザプロフェットが担当します。明けましておめでとうございます。2週ほどねちょっとお休みしてまして、久々なんですけども、今年もどうぞよろしくお願いします。今夜はね、僕ショーがお届けいたします。我々が担当するこの木曜ソナーズルーム、この2021年からちょっと違うスタイルでやっていきたいなと思いまして、毎週ねメンバーの誰か一人が、仲のいい人とか会ってみたい人とかいろいろゲストをお迎えして対談するスタイルという感じでやっていきたいなと思います。僕がね呼びましたよ。初回のね今夜は、この方をお迎えしました。はい、YOASOBIのコンポーザーの綾瀬です。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。来ました。まさか俺がさ YOASOBI を呼ぶとは思ってないんだと思うんだよねで俺も多分綾瀬さん、サバプロと仲いいのみたいな。そうだよね、うん、だってその外から見たら全くつながりないというか、うん、ない、うん、音楽性もまずユニットだしバンドだしみたいな、ね、確かに、うん、そもそも僕たちはね、綾瀬くんが昔バンドをやってて、はい、そのバンドとサバプロがよく対話してたんですよね。そういうことでございます。そうそうそう、その時はでも正直俺顔はもちろんしてたんだけど、うん、ボーカルだったしね、ほとんどそんな喋ってなかった。その他のメンバーの人と結構話してたんだけど、綾瀬くんとはほとんど話してなくて、うん、でだかというね、共通のその友達がいまして、はい、で、はい、そいつが飲みに来ませんみたいな言って、うん、行ったら綾瀬くんが行って、そうです、そう、どうやらご近所らしくね、そうなんですね、住んでる家が、そう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 、それでラジオ出てよっつったら「いや」って言ってくれたから出ます出ますまあまたねちょっと今大変な時期なんですけど、また飲みに行きたいなと思います。いや本当ですね、行きたいですね。でまあ、綾瀬くんのバンドとサワプロを対バンして知り合ったんだけど、はいはい、その YOASOBI ってどういう経緯で結成されたの？ ものすごいざっくりで話しますと、うん、まあバンドずっとやってました、うん、でもそのバンドが活動休止になっちゃいました、うん、で止まってる間に何か一人で音楽できないかなと思って僕はボカロ P になりました。でそのボカロをやってた、ボカロで出してた曲を聴いてくれた、うん、物語 .com っていう小説投稿サイトがあって、うん、そこのスタッフさんが聞いてくれて、あの小説を音楽にするっていうユニットやったら面白いんじゃないかと思ってるんだけど、うん、曲作ってくれませんっていう感じになってチームに参加して、うんうん、でいくらちゃんを発見して声かけて YOASOBI 結成みたいな感じですね。ああそう、なんかあのいくらちゃんはいくらさん、いくらさんはさん、ツイッターとかでいろいろカバーして、あ、そうですね、投稿してたみたいな。そうそうそう、なんかインスタとか、うん、まあ、YouTube にも上げてたし、うん、でも普通にその生田リラとしてシンガーソングライターをやってる女の子なんだけれども、うん、そう、それでこういろいろインスタかな、まあ、きっかけとしてはそれを見て、それを見てこの子だと、この子だと、おー、そう、すごい。じゃあいくらさんもね大抜擢というか、そう、シンデレラストーリーとかね。ですね。まあでもその時はやっぱこういうことになるとは思ってなかったので、まさかまさか、まあ、確かにね、まあユニット始めるから少しずつ頑張っていこうと思ったらいきなりドカンといっちゃったからね。ねえ、夜にかけるもデビュー曲なのででもそれはもちろんね売れてほしいっていう気持ちでは作ってますけどここまで売れるかとまでは本当に思ってなかったですねすごいよね、さすがに。だって何回再生されてんのあれ、その各音楽でもサブスクは今総再生回数が3億は超えて、そう、それ日本の人口より多いけど、そうで MV も今 1.3 億か 1.4 億ぐらい YouTube 再生されてて、すごいね。いやちょっとよく分かんないですよね、もうね。もうじゃあ綾瀬くんもシンデレラストーリーというかね、突然。いやそうですよ、本当にこの1年でまさしく人生変わったなというか、ね、まあでも諦めんでやってよかったなと思ったんですけど、ね、まあでもその分やっぱ努力はもうとてもしたんだろうなと思います。だからバンドが止まっちゃってマジで闇散らかしてましたもんね。めちゃくちゃ病んでましたもんね。そうだよね、まあロッカーだしね、いろいろ感受性が高いからさ、いろいろ考えちゃうじゃん。そこでやっぱでも腐りきらずにさ、うん、
その自分で動き出したのがすごく良かったんだろうね、そのボカロっていう形でもさ。そうですね、でもだから結構気持ちとしては本当にラストチャンスぐらいの感じで始めたというか、うん、あだからまあなんかなればというよりかはバンドをやっぱりやりたいけど、うん、今はその体壊して活気失っちゃったから、うん、一人でしかできないからっていう程度の気持ちで始めたものの、うん、やっぱやるからにはね何かね、なってほしいと思っていたし、本気でやるね、まさかこうなるとは思わなかったですけど、いやすごいですよ、夜遊びといえば紅白に初出演、はい、ありがとうございます。いや僕も見てましたけど実家で、ありがとうございます。すごいよね、あの凝ってたね、何なんかもうそうですね、演出というかね、後ろにさバーッと光が、はいはいはい、うん、なんていうんだっけ、プロジェクションマッピング、ね、プロジェクションマッピング、そう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 、そうなんだっけ、埼玉の所沢にあります、うんうん、角川武蔵野ミュージアムという場所ですね。そもそもプロジェクションマッピングとかっていうのができるってて、うん、でもそれはなんかもうそのミュージアム内にの、うん、まあ決まったその映像が流れる、まあ、すごい演出がまたそれもあってで、うん、でこれ使えるらしいよっていう風になって、うん、このプロジェクションマッピングもさせてもらえるらしいよってなって、うんうん、夜にかけるの MV を書いてくれたアニメーターの子に実際に特別にまた映像作ってもらってプロジェクションマッピングとモニターととかでこうやってみたいな。なるほどね。そうなんです。いやーやっぱりなんかやることがいちいちおしゃれだなと思いましたよ。いやマジででもこだわったっすね、あの紅白の演出に関しては。緊張した？いやめっちゃ緊張しましたよ。マジで緊張したっすよ。本当に震えが止まらなかったし。いやそりゃそうだよ、だ、ね、終わった瞬間マジで動けなかったっすね。日本中の人が見てんだしさ、俺らが出るって考えたら、ドラムだったらスティック10回ぐらい落としてるんだよ。いやっていうレベルですよ本当に。そうだよね。まあでも意外とこう始まってみると割と楽しかったなっていう感じが強かったというか、緊張はしていたけれども、でも終わった瞬間安心感とで、もうボーカルのイクラちゃんと楽屋でもう二人で大号泣しながら立ちして、やったね、乗り切ったみたいな、俺たちやったぞみたいな。そもそもそのライブというか、はい、その公で演奏するっていうことが初だったんですね。そうなんですよ。テレビも初だし、そうライブの経験もないので、うん、完全初パフォーマンスが紅白という。なるほど。なんともすごい大舞台やらせてもらって、ね、これからライブとかはやるの？やりたいなとは思っております。まあご時世的にね、いろいろあるんですけど、まあ、ね、まあ、やりたいですよ。そうだよね。だからサバプロとかと、だからもう夏フェスとかで対バンしたいです。対バンしたいね、マジで。そう、夏フェスとかさ、今年やるんだったらもう絶対呼ばれるでしょ。だって呼んでいただけるなら絶対的に出たいですけど ね、その引っ張りだこだから、逆にどこに出るか出ないかみたいな。いやいや出たいな、うん、なんかケータリングとか食べながら、ね、お酒飲みながら裏でこういろんな他のバンド見てみたいなのね、したいから。そうだね。そう、フェス自体は、フェスはというか、バンド自体も、うん、大きいその野外フェスみたいなのは出たことないですね、うん、あそうか、うん、じゃあもしその開催されるんだったらその時に。そうですね、初舞台、初、ね、それもまたガチガチに緊張して。いやガチガチに緊張するでしょうね。マジで何万人の前で。そう、その僕はバンドの時はボーカルをやっていたので。そうだね。そうなんですよ。だから今 YOASOBI としてはそのマニピュレーターとして、うん、ライブでは立つっていう感じなので、紅白でもいろいろキーボード弾きながら、そうです、そうです、トントンってやりながらやってみたいな、うん、だからそれはもちろん初だなので俺も。あ、そっか、 そもそもね、そもそもやってないから、その作曲をしてでレコーディングしてで、そうです、一回止まってるもんね。そうなんです。あ、だからもうそれにもやから、すごいめっちゃ緊張して。そうだよね。ああ、まず演奏がちゃんとできるのかとかね。そうそうそう。パフォーマンスもね、突っ立ってやるわけにはいかないから、そうだね、いろいろ海外のマニピュレーターの人の映像とか見て、どういう、いかにあのパッドをかっこよく押せるかみたいな。でもやっぱバンドマンだなっていうのはすごい伝わったけど、ね、その首振ったりとかさ。そうですね。前のバンド時代の綾瀬くんがちょっと垣間見えまして、はい、ラウドロックをしてました。夜遊びで夜にかけるをお送りしました。いやー、ビメロで、いやー、いい曲ですね。さっきもそのかかってる時に話してたけど、はい、やっぱりなんかその昔のバンドをすごい俺は思い出すんだよ、この曲を。いやね、うん、すごい言ってもらえるんですよ ね、結構その時からやっぱりすごい、いい曲を返したんですよ、綾瀬くんは、うん、でも自分からしたら、いやさすがにバンドの時とは全然違うでしょうとは思っちゃうけど、知ってる人が聞いたら、あ、あのバンドだなって
あのバンドの人だって分かる。だからなんかそのメロの癖みたいなのはあるんだなっていうのは、いや癖が強い、いい意味だね。ね、自分じゃ気づかないもんですけどね、なかなか。ということで、ソナーズルームそろそろお時間なんですけども、はい、夜遊びからお知らせございますか。はい、ザ・ブックという初の CD が昨日発売になりました。イエーイ、ありがとうございます。まあ、だからあれですよね、 CD 初なんだ出すのっていう感じではあるんですけど、もうだって散々出してるのかと思って。全部デジタル配信限定で、限定っていうか出してたので、これもう売れちゃうんじゃないか、売れてほしいですね。マジでいっぱい買ってほしいな。いや売れるでしょう、手に取ってほしい。すごく素敵な仕様になってるのでよろしくお願いします。はい、はい、そしてね、アイザー君には来週にも登場してもらいたいと思います。はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。来週火曜日は金子綾乃が担当します。この後はスタジオのアコゴリラさんにバトンを返します。引き続き J-WAVE ソナーミュージックをお楽しみください。ここまではサバイブセットザプロフェットのショーと夜遊びの綾瀬でした。またね、またね。ソナーズルーム。